コンタネー青崎チャンネル青島です。さあ今回はですね、ウマ娘プリティダービー一番くじ第3弾発売日ということで買ってきました。なんとかファミマ2軒回りましてありました。5回買ってきたんですけども、その戦果こちらでございます。早速ドン。まずはグラスコレクション2つ、これが2位、そして G 賞ラバーマスコット1つ、これが一番まあ多い数が多いやつですね。そしてあと2つがこちら、アクリルスタンド2つ。マチタン来たよということでですね、僕はこんな感じでした。フィギュアは当たらなかったんですけども、僕の5回の、戦果はこんな感じです。じゃあ中身見ていきますか。中身見ていきたいと思います。グラス、中身、内容的にはグラス5種類あって、スペとウンスト、ほんでウォッカ、ビワハヤヒデ、ね、サトちゃんと、まあスペウンスどっちかいいな。お願いします。はい、誰、ウンスいいね、ウンスからのよっしゃめっちゃ嬉しい。ウンス、ほい、誰だ、あ、ちょっと待って、北さん一番下は、どういうこと、絵柄2つあんのか。ちょっと待って、これ北里ってこと、あ、そういうことか。ウンスト西のフラワー、おい神じゃん、あ、そういうことか。ちょっと待って、空箱見たら分かるんやけど、なるほど、正面で写ってやるやつだけじゃなくて後ろの絵柄も描いてんのか。スペのやつはスペと鈴鹿とテイオ写ってんだ。でウォッカ出すか、んで、あ、これ気づかんかったわ。んで BNW なっとって、ウンスと西のフラワー、ほんで北里と、よかったよかった。でもウンス当たったわ、ウンス西のフラワー、やったね、めちゃめちゃ嬉しい。まあ、これ俺使ってこれタカピーにあげようか、北里はね。はい、こんな感じで、でラバーマスコット中身わからんないけど開けていきますか。アクリルスタンドはな、もうあの D 賞が当たった時点で、あのどれか選べるようになってました。ちょっと待って、これ開けるめっちゃむずいな。この箱どうなってる、世界一硬い箱やこれ。いきます。中身的には、ゴルシー、ウォッカ出すか、ウンス、ここにもウンスおって、マンハッタンカフェ、メジロドーベルで、スマートファルコンに川上プリンセス、カレンちゃんにタキオンで、お願いします。はい、な、中身は全然出てこいんや。紙、紙のみな、バカな、嘘やろ、おーい、カフェスタミナお化け来た、みんなのスタミナ吸い取っちゃうっつって、マンハッタンカフェのラバーマスコットでした。いや可愛いな、でもいや嬉しい嬉しい。はい、ということで、ほんでアクリルスタン、この2つでしたね。で2個当たって、マチタンと綾部さん選んできました。いやマチタンね、アクリルスタンの来ためっちゃ嬉しいわ。ほなほなほな、僕の戦果こんな感じでした。今回のウマ娘の一番くじ第3弾ラインナップこんな感じになってますね。 AB 賞がこのオグタマのフィギュア、これが目玉商品か。で C 賞 D 賞 E 賞 F 賞、G 賞ラストワンとこんな感じになってますね。よかったのは俺 D 賞当たったんやけど、2つ絵柄が選ぶことができるっていう、まあ、D 賞当たった時点で推しのマチタンをね、ゲットできる権利を得られたんで、絵柄選ぶことできるめちゃめちゃいいですよね。逆にこのグラスコレクションは何が出てくるかのお楽しみって書いてあるんで、まあ、そこもランダム性あって楽しんでいけるのかなと思います。めちゃめちゃ絵柄も全部可愛いし、この F 賞な、当てなかったな。シチーのこの和装の和装バージョンめっちゃ可愛いやん。これ選ぶことできたけんさ、 F 当たれとも思ってたけどな、まあ、残念ながら当たりませんでしたが。で、G 賞他にこんな感じになっとって、ラストワンですね。ラストワンのおぐりがな、通常の A 賞のやつとちょっと違くて、 A 賞 もちろんめちゃめちゃかっこいいんやけど、ラストワンのおぐりより色鮮やかになってるというか、で表情もちょっとニコッとしててめっちゃ可愛いよな、可愛いしかっこいいみたいな、もう全部詰まってるわ。こんな感じになっております。で、もしこの中に推しがおったり、この一番くじ気になってる方は、一番くじウマ娘って検索したらこのサイト出てくると思うんで、一番くじので、その中に店舗検索っていうこの、ところボタンがあります。これ押して進んでいくと、お住まいのところ、近場で、どこの店舗取り扱ってるかなみたいな検索できるんで、ぜひこれも、活用してみてください。たまたま俺もファミマに突入していったらあったけん、うん、よかったんやけど、
僕は東京都なんで東京都押して、でバーっとあるんで、でこういう風に、取り扱いの店舗、ざっくりと、出てきますんで、これぜひ、活用してみてください。なかなかエリアによっては激戦区もあるかもしれんけん、俺は運良かったけど、もし推しがいる方がいらっしゃいましたら、ここも使ってみるのもありかなと思います。ほな、今回の動画はこんなところで、最後までご視聴ありがとうございました。おっさぬー、バイバーイ。